フィギュアスケートの五輪二連覇、羽生譲る26イコール ANA が11日。東日本大震災から10年目を迎えた、現在の心境を明かした。2011年3月11日午後2時46分。宮城県仙台市のスケートリンクで練習中。16歳のハブに悲劇が襲った。スケート靴のまま屋外へ飛び出し、 言葉を失った。家族4人で避難所生活を送りながら、ハブは自問自答を繰り返した。どれだけ勝とうが、飛ぼうが、笑おうが、あの日の傷は一生、消えることはない。悲しみ、苦しみ、痛み、葛藤、笑顔、感動、語り尽くせるはずのないすべての思いを、 ハブは1084文字に押し込めた。何を言えばいいのか、伝えればいいのか、わかりません。あの日のことはすぐに思い出せます。この前の地震でも、思い出しました。10年も経ってしまったのかという思いと、確かに経ったなという実感があります。オリンピックというものを通して、フィギュアスケートというものを通して、 被災地の皆さんとの交流を持てたことも、つながりが持てたことも、笑顔や、葛藤や、苦しみを感じられたことも、心の中の宝物です。何ができるんだろう何をしたらいいんだろう何が自分の役割なんだろうそんなことを考えると胸が痛くなります。皆さんの力にもなりたいですけれど。 あの日から始まった悲しみの日々は、一生消えることはなく、どんな言葉を出していいのかわからなくなります。でも、たくさん考えて気がついたことがあります。この痛みも、たくさんの方々の中にある傷も、今も消えることない悲しみや苦しみも、それがあるなら、なくなったものはないんだなと思いました。痛みは、 傷を教えてくれるもので、傷があるのは、あの日があった証明なのだなと思います。あの日以前の全てが、あったことの証だと思います。忘れないでほしいという声も、忘れたいと思う人も、いろんな人がいると思います。僕は、忘れたくないですけれど、前を向いて歩いて、走ってきたと思っています。 それと同時に、僕には亡くなったものはないですが、後ろをたくさん振り返って、立ち止まってきたなとも思います。立ち止まって、また痛みを感じて、苦しくなって、それでも日々を過ごしてきました。最近は、あの日がなかったらとは思わないようになりました。それだけ、今までいろんなことを経験して、 積み上げてこれたと思っています。そう考えると、あの日から、たくさんの時間が経ったのだなと、実感します。こんな僕でもこうやって感じられるので、きっと皆さんは、想像をはるかに超えるほど、頑張ってきたのだと、頑張ったのだと思います。すごいなぁと、感動します。数えきれない悲しみと苦しみを、 乗り越えてこられたのだと思います。幼稚な言葉でしか表現できないので、恥ずかしいのですが、本当にすごいなと思います。本当に、10年間、お疲れ様でした。10年という節目を迎えて、何かが急に変わるわけではないと思います。まだ、言えない傷があると思います。街の傷も、 心の傷も、痛む傷もあると思います。まだ、頑張らなくちゃいけないこともあると思います。簡単には言えない言葉だとわかっています。言われなくても頑張らなきゃいけないこともわかっています。でも、やっぱり言わせてください。僕は、この言葉に一番支えられてきた人間だと思うので、その言葉が持つ意味を、 力を一番知っている人間だと思うので、言わせてください。頑張ってくださいあの日から、皆さんからたくさんの頑張れをいただきました。本当にありがとうございます。僕も頑張ります。次のオーディオビデオでお会いしましょう。